町田 TV をご覧の皆さん、こんにちは。大阪在住のセロトニン系シンガーソングライター西村かなと申します。今日はですね、町田ミュージックパークに2回目の出演をさせていただきました。すごくすごく寒かったんですが、町田の皆さんね、めっちゃ暖かくて手拍子してくださったり、温かく見守ってくださったおかげでほっこりとしたライブをすることができました。というわけで、私は今いろんな場所を回って歌を歌ってるんですけれども、実は今年ですね、2枚の CD をリリースいたしまして、じゃ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 ん、アップアップアップ。はい、1枚目がですね、こちらカナリアという CD なんですけれども、4曲入り800円で販売しております。そしてもう1個がこちら、じゃ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 ん、こちら2曲入り500円でシングルでね、発売しております。両方ともですね、私の魂と愛をたくさん込めて、これを受け取ってくださった人がちょっとでも元気になったり笑顔になったらいいなという祈りを込めて今販売しておりますので、よかったらまたお買い求めいただけたらなと思います。通販サイトもございますので、西村かなで検索してホームページ等々検索してみてください。そして私ですね、12月14日誕生日なんですが、この誕生日の日に自身初のファンミーティングを開催することになりました。場所はね、大阪遠いな、本町カフェ&バーゼルコバというね、あの大きな綺麗なところでですね、皆さんと楽しいことできたらいいなというね、なんか考えておりますので、よかったらこちらの方も宣伝だけでもいいのでしていただけたらなと思います。はい、では今日は大変お世話になりました。町田最高、バイバーイ